はい、皆さんこんばんにちは。そしていらっしゃいませ、サルクイです。それではまあ来週の方ねやっていきますよ。もう10月も終わりかで、今これ、ね、撮ってる日にちは31です。31ってことはハロウィンっすね。渋谷がまた荒れてんだろうな。ね、まあそんなところか。コスプレするみんな渋谷で。いやー渋谷よ、いやー渋谷でも今規制結構あんで、どうなってんやろそこんとこは。ね、はい、というわけでございますか。そうですね、まあなんかクリアしたやつっつってもアストロボットくらいじゃねえか。厳密にはまあまだねスピードランが残っとるんでね。まだ完結ってわけではないんだかな。まあスピードランはねクリアできればいいです。はい、それだけです。まあもうでもスーパープレイとかさ YouTube とかで上がってんじゃないのかなって思うけどね、まあ、どうなんすかね。はい、というわけでまあそうですね、まあ最近のゲーム情報だとまあコンコードのねスタジオがね閉鎖したとかね。そうか、コンコードさ一応なんかアップデートかしてたんだけどな、復活すんじゃねえのと思ったけどまあダメでした。っていう感じですかね。まあ最近のねゲームはねもうほんと DEI ですよね。なんだ DEI って。知らん、そんなもん知らん。まあ昔とかまあ 2,3 年くらいのねゲームの方が良かったと思うけどね、まあどうなんですかね。2000年代とかの方が良かったよね。戻ってほしいですね、そういうのに。まあダメなのかな。まあ日本でも反応ないとか、まあでもあれは作ってる会社違うからな、バンナムさんで。まあ発売元がバンナムさんなだけであって。作ってるところは違うところだからね。まあコールオブデューティーがスクエニで発売するみたいなもんよ。そういうことだよな。てかもうコールオブデューティーもね発売されましたけどね、皆さんどうなんすかあれは。ブラオプ6おもろいんすかね。でも私はさんだからね動画見て、でもまああれオンラインとかがメインだからな。キャンペーンモードを映してほしいよね。はい、というわけでまあそんなところかな。まあ DEI が強くなってしまってんので、まあ新しくね発表された妖艇とかね、ゴーストオブ妖艇、あれはちょっとソニー側にも激怒らしいですね。なんか勝手に作ったらしいです。本当は坂井仁が主人公だった続編だったけど、なんか妖艇になってるつって発表の動画見たね、ソニーさんのスタッフさんは、え、何これって感じだったんですかね、わかんないですけどね。まあこれ情報元がさ YouTuber の方なんで、ちょっと信憑性がちょっと微妙なところあるけどね。まあそんなとこか。まあ最初こういうなんかゲームのニュースから入った方がいいかなと思って、
そんな感じかなーって思って。本当はね、いっぱいあるんだけどさ、時間の都合上ね、ちょっと割愛する部分もあるから、そこはね、よろしくって感じっす。さあせんか。さあせんけど。じゃあやってこうか。例によってファミツさんとこ行こうか。はい、来た。甘がみ。違うんで。ASMR。とか言っちゃって。なるほど。佐川優さんや。ソニックもなんかね、エミーがね、ソニックのこと第一期じゃなくなっちゃったんだよね。なんでそうなのね。ソニックのことは好きじゃなくなっちまいましたね。設定が。ただの、ね。ボーイフレンドになっちゃった。で、これですね。おかゆ。おかゆ、おにぎらーの人は、おにぎりらーの人は、おかゆのゲーム出ますよ。アクアニウムのね、まあ、作ってるところだろうね。それも、おかゆニュー。おかゆニュー、まあ、アクアバイゼンは卒業してしまったんでね、今度おかゆか。おかゆ、ちなみにこれ本人も監修してるらしいです。おかゆも監修しとるんかい。まあ、そりゃそうだろうな、自分のゲームだしね。こんな感じで次はマリンニュームかと思ったが、おかゆんでした。誰出んだ？また風紀さん出んのか。風紀さん出んのかな、わかんないけどね。他のキャラクターがわからん。はい、戻ってきまして、で、ゼノブレードクロスが急に発表されましたね。皆さんがなんかクロス、クロス。クロスもお願いしますみたいな願いが叶いましたよ。皆さんスイッチでクロス出ますよ、ゼノブレ。これってあれなんですよね、なんか主人公もキャラクリじゃなかったかな。サンドボックス系じゃなかったっけ。なんか俺はどういうゲームかわからんのよ、やったことねえから。で、まああとはデルタルーンが3と4。デルタルーン完結しますよ、皆さん。長いよ、もう、デルタルーン。デルタルーンは、あれですよね、アンダーテイルを作っているトビー・フォックス氏がね、作った、まあ、アンダーテイルの前の話っぽいね。いる限りは。アンダーテイルゼロ。アンダーテイルゼロ。の、ラルセイ君っていうのが、まあ、アンダーテイルで言うところの、ラスボです。ネタバレ。ネタバレ言うてしまうとルースボスなんですけど。で、このクリス君は何なんだろうね。俺もそれちょっとわかんねえけど。アンダーテイルの主人公の前の人間族なのかな。そこも怪しいよね。まあ来年ですね。来年。来年かな。チャプター5も、そういう時はまだ完成しないんだ。どんだけあんだ。チャプター5も制作中だから、まあ全然か。い
つ完結するんだろうな。ストーリーの方か。だからキャベツの人もやってたら、体をペラペラにして銃をかわすんだけど、まあ、横から横なのかな、縦か、縦は防げるけど横からはバチクソに撃たれるからまあね、そういうことだよな。一応ね、ベータ版みたいなのは終わっちまったみたいです。まあ、なんだろうな、なんだろう、バロラントっぽいよね。バロラントを TPS にして、しかもみんな美少、美男美少です。これは、ポリコリに染まっていませんと。作ってるところは多分韓国じゃなかったかな、そこら辺だと思う。はい、はい、いろいろありますね。リズムブレンズですから、これもほぼエロゲだからな。プリンセスをね、こうやって外に逃がすゲーなんだが、あ、トヨタモエさんや、チーブ、あ、キッコさんのキッコさんの娘さんや。CV、 こうやってバーッと、まあ謎解きなんだけどね。で床にはまっちゃってつってもパンツ丸見えになるやつ、これ謎の光があるからナイーブモードっていうオンにすると、この謎の光がね隠してくれますよっていう。エロゲーやない、エロゲーやないかい。スチーム版は多分ね、そういうのがあるのかな。はい、職場とかでやらないでくださいね。職場禁止って書いてちゃうそれね。んなところがね、じゃあ発売日見てみますか。その前にランキングか。あ、ジャンボリーだ。マリパジャンボリー。プロや、プロスピカー。ドラゲンボールまだいるな。メタファーもいますね。あ、ここにサイレントヒルがある。サイレントヒル、あだ、もうスイッチバックだろ。え？そうやな。とテイク2もある。なんで？なんだよ、なんかセールとかあったん？まあいっか。ドラゴンエイジどう思いますね。急にドラゴンエイジも発売されてんだよね、今日や。今日発売されとるわ、昨日だったっけ。まああんなじゃあんまり売り行き良くないみたいですね。あんなないなめらしいっすよ。そうだろう、つまんなくはないのかな、見てくれが悪い。あ、今日はクロックタワーのリメイクが発売されておりますが、ね、
うん、でホライゾンのリマスターか。まあなんか言うてそんなにって感じだったよね。ホライゾンのリメイクは、まあ、やったことないんだけどやったことないんですけど、まあ、サタントリビュートウルフファンクだなんかレイノスとかそういうのをやってるからそうなのかなうん、あ、ヴァンパイアハンターズ、すごくねこれすごくない？死後待ってんだよ。どういうこと？マジどういうゲームからどういうゲームや全くわからんなまあしょうがないよね。クルックタワーはスイッチでもあるし、まあ、今日発売するやつはパピープレイムタイム2や。そうだってこれでもシーズン2のこと言ってる。ああそうだよねだピンクちゃんだろ。ピンクちゃんか。パピープレイタイムの人形がさ人形が、人形がみんななんか持ってんだよね。クレーンゲームであるけど欲しいな家に置いてやったらちょっと怖いかもね。動きそうだ。ダムドももうあるのか。ファーマギアだ明日はファーマギア発売でございます。まあ真島ヒロ先生だ。ヒロ先生だからもうフェアリーテイルなの出た。まあ6、これなんだわからん。アイコラ達人もあるのか。あ、マリルイか。マリルイね。確かにね。クリオくん三国志。ここら辺だね。17か。7。11月の7は結構いっぱいありますなぁ。で、8だと、薬師。薬師はやります。薬師は実況やろうかな。限定版やばいな、これ。限定版やばいな、これ。まあ、富山さん。サイレンとかグラビティデイズとかね作られてる方な。一応これホラーにはなってるんだけどどうなんすかね。あんまりって感じじゃない。トレーラー見た感じそんなこっかねってわけでもないが、まあジャンプスケアがあったらちょっとビビるかもね。メトロ VR か。メトロ VR。そしてドラクエ。XAB、どっちXAB 表記になった。ドラクエ。戦士も変ななんか脱線。下着着てる。こんな戦士、すっぽんぽんにしとけも。さすがにすっぽんぽんはやばい。何もはぐらんもん下に
アーマーだけでいいだろう。グレンダイザーか。グレンダイザーって結構海外で人気っすよね。なんなんでしょう。スイッチスイカゲーム。いや、有料高え。今日俺500円ぐらいで買ったと思うんけど。フラクは皆さんどの機種でやるの？スイッチでやる？まあいいんだけどね、どっちでも。ストーカー2。ストーカーコレクショントリロジーみたいなやつ。買わねえとちょっと、わからんかもね。で、プレステーションプロかな。プレステプロは、7じゃない。プレステプロと、マリールイ。マリールイ関係ねえじゃん。プレステプロと同時発売は最後の達人とバトスピアラ。何なんだよ、別にって感じじゃん。むしろほら、ヤクシーが発売するから、ヤクシー用にプレステ5プロ買うの？買うの？別にいいとは思うけどね。まあ、PC 版もありますよと。どうしようかね。あ、クリッチチャンピオンズワールド。これ僕、激ムズだぞ、これ。激ムズだよ。ヘックルされまくるっていう。あれだ、ブリッツボールみたいなもんだよ。FF の。よく英語であのブリッツボールで上手い人は上手いんじゃない？ディズニーミュージカルパレードアルコールアンコールな。あ、マグカップか。マグカこれさ、プレステ5では出ないよね。必然的に4になっちゃうね。5持ってる人。で、魔導物語。ハルルイが知らんって、俺。ビーバーのキャラなんすかね。まあ、でも、そんなもんやね。まあ、ストーカー2が出るから。目玉っちゃ目玉かな。そうね、まあじゃあ12月も見ていきましょうか。ファンタジアか。ファンタジア、もともとソシャゲだったやつ。終わりのセラフじゃなくて終わりのセラフじゃなくてステラや。でもあのアニメ面白かったんだけどな。セラフがセフル。なんでこれに見えてまうねん。で、フェアリーテイル2やろ。すごくない？パワーマギアに続き、フェアリーテイル2やろ。マジバさんすごいね。マジバさん。マジバさんの歳かな。ストレイチルドル。ヒットマンワールドオブザアスシネーション、これ VR だね。そうだ、まあでもバニーガーデン。バニーガーか。オブスパーティーはなんか延期しちゃったっつーらしいよな。まあでもそんなもんやね。
で、まあ来年は一応見るとフリーダムウォーズだ。それ決まってんで、グレイセス、グレイセスはやってないし、リターンズワンダー、ドンキーコングリターンズやるか、で三国無双オリジン、オリジンズだね。シンデュアリティ、目玉はシンデュアリティなんじゃね。ファントムブレイブ、アサクリっていう、そもそもなんだけど、この2月14日までに UBI があるかどうかで大変なことになってんもんな。ストライキ中じゃないの。本当に発売できんのこれ。アサクリシャドウズ、いや無理だと思う。したらマジマの兄さんパイレーツ。マジマの兄さんパイレーツいいよなこれ。でモンハンか。まあ2月やな、来年の。そういうことでワンツーもあるもんね。はい。ここまでにしときますか。で、じゃあなんだ？目玉なのはなんだ？見ていきましょうか、目玉な。薬師やろ。薬師でしょ、やっぱり。まあ、ワーマギア好きでしょ、ワーマギアかな。ワーマギアもいいでしょうね。まあ、マジマ先生の、あんな人は買うのかもしれん。で、太鼓の達人でしょ。プレステ5プロ買う人もいるかもしれないけどね。どうなんですかね。ワーマギア来て、マリルイ来て、ヤクシア。三個やな。ドラクエやな。四個やな。グレンダイザー。あ、ストライカー。5。あ、どうかというとどうなんですかね。ちょっとやってみたいけどね、俺も。一番乗り場降り場。一番出口乗り場か。出口&乗り場や。で、セットになってんだよ。なもんだよ、5個だな。5個やね。5個やなぁ。そやね。逆に12月ってあんまない。やばいな、これ。やりている2ぐらいしかないぞ。つうわけですかね。じゃあ終わります。はい。戻ってきたわよ。皆さん何買うんですかね。これはね、まあ、薬師とかね。でも買うのは薬師しかないんだよな。わかんねえ。他にいろいろあったら買うかもね。まあ、まだ買ってない家もあるからさ。例えばサイレントヒル2とかまで買ってないし。そっちをやるかもね。新しいゲームっつったらそっちかな。まあ、引き続き、はい。アナザーコードもね、引き続きやっていくよと。あとは、まあ、
ウーコンもまだ終わってねえわな。ウーコン終わらせんといかんじゃないかい。で、訳しやな。って感じかな。はい。そんなところかな。いや、結局、単発の方はやらなかったけど、どうしようかな。まあ、こう、単発になるかはちょっとわかんないけど、まあ、ちょっと、短めのゲームをやる可能性もあるので。まあ、こう動きたいというわけで、そちらはやりますけど。はい。そのところかな。まあ、なんか最近忙しくって、動画の投稿もあんまり、すまんのよね。正直。はい。まあ、そんなところがね。まあ、新しいゲームもちょいちょいはやる。ちょいちょいはね。はい。それでは、じゃあまあ、ハロウィンね、楽しんだ。まあ、これ多分配信投稿されるのが、ハロウィン終わった後っぽいけどね。楽しんで、まあ、11月や、過ごし、12月になり、2025年っていうわけですね。早い。早すぎる。早いな、1年。まあちょっと今後ね、海外のさ、ゲーム市場がどうなるのか、心配ですわ。そこは心配なんですわ。まあ、思想に染まった、あるいはまあ目覚めてしもうた人たちが、まあね、どんどん潰れていくんだろうね、これは。日本だけはなんとか生じるんだよね。そもそもいらないだろう、あんなコンサルは。だって利益のことより思想を大事にしてるような人たちですね。それでコンサルってよくわかんないじゃん。コンサルってさ、だからその会社に利益をもたらすための、まあなんだろう、なんて言ってないんだろうね。コンサルティングっていうのは、まあだからこういう風にした方がいいですよみたいな、まあアドバイスみたいなことはね、言うのが本来なんだけど、まあ売れるか売れないかよりは思想に染まるか染まらないか、そこ大事になってるもん。それじゃあ売れないだろう。こうやった方が売れますよとか、なんかね、あれば、売れる売れないはあなたたちの腕次第。で、なんか責任転嫁してそうだもんね。反したろ。まだまだゲーム会社潰すとか言ってるような人たちですからね。じゃあゲーム会社で、ゲーム会社関連とかに入ってくんねっていう話ですわよ。まあね、そんなところかな。あんまり言っちゃうとね、大炎上。まあ炎上しないだろ。誰も見てねえからな。こんなクソみてえなチャンネル誰も見てねえからな。言いたい放題言ったろうかなみたいな。あとはもうちょっと言いたいよ。クソくらいぐらいは言いたいですけど。はい。そんなところかな。なんでみんな仲良くできないんだ。この世界は。せちがりよ。はい。というわけで、今月のね、ラジオおしまいです。まあ、単発はちょっと、考えときまーす。またやらんという、悲劇がね、生まれてまうかもな。それでは、また来月お会いしましょう。
バイバイ。結局1時間説教コースおかげでよく